みんなは聞いたことない。今年もよろしく。明けまして、何度もね、面白いですね、ほんとに。おまんでございますよー。しゃっしゃいと、ね、一通りね、気はすんだかな。いやー、めでたいね。あ、早速お話ありますけどもね。ちょっと聞いてもらいたいことなんだよ。なんだね、伊藤ちゃんにね。お、最近ちょっとね、石垣くんね、お、メールをしてる人がいるんですよ。はい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 。嘘だね。どこのアニメのキャラ？アニメじゃねえ。思うだろ、石垣さんってアニメとかしか好きじゃねえんだみたいになってんの、半ば。あ、じゃあ一つ聞いていい？何？男？女だよ。お前がほらこういうこと言うぐらい、石垣さんって男の人好きじゃんだみたいになってんの、半ば。やめて。まあ実際そうだね。やめやめろ、リアルになってる。ほらほらほら、はい、違う違う、はい。俺誰も触れねえじゃん、ほんとに。セーフじゃねえ、ちょっと聞いてよ。そうなの、メールしてくんのね。ちょっと聞いてよ。いいね。はいはいはい。石垣に、いい、春が来た。いい、はい、わっしょい、わっしょい、わっしょい、しょい。あんまり調子に乗ってんな。なんでだよ。なんだ、締めそばか、今日は。敵ばっかんな、おい。いや、聞いてよ、だから。あの人が言ったとかじゃねえ。おめえが言ったんだ、おめえから積極的に言ったんだろ。ちょっと気のせいな。おお、いいよいいよ。あ、これなんかほら、メールしてっとさ、うん、さあさあ、じゃあどっか遊びに誘いましょうみたいになるじゃないの。あー、なるほどね。言いづらいんだよ、なんかね、その、だいたいどんな前に。どんなメールしてんだよ。まあ普通ですよ。おはようっつって、うん、今から仕事行ってくれよって。おう、君は頑張ってね、みたいな。そういうのでいいの。面白くね。なしてよ。全然面白くねえじゃん。なして。もっと面白いメールじゃねえぞ。何に、どう思う。挨拶も違う。挨拶が、ある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 あ。何語なんだよ。導入力すりゃそれ出てくるよ。教えてけろ俺に。うん、そうそうだよ。で、次の分よ。拙者は切腹するでございます。バカじゃねえ。頭おかしいと思われてましたよ。あ、切腹するんですかみたいな感じで、どうすんじゃん、そら。やる気あんしょ。やれよ。前向きすぎるじゃん。テクス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 テ分身の術でいっぱい石垣を作ればいい。ね、一人目の石垣が断られた、二人目の石垣が断られた、三人目の石垣が断られたって、八人目の石垣が断られたって、ダメじゃねえか。あの、おだましみたいなことし8人もダメ。まだ同じことやってるやつしかない。お楽しみの申し訳ないけど、全然わかんねえからさ。どんまい、どんまいじゃねえよ。忍術使わねえ方向で頼みます。それだったら血なまぐさい方法しかないよ。なんでだよ、もっとあんたにドゥクシュやめろ、ドゥクシュ。どうも、ドゥクシュも。若、なんで名刺汚したの。なんて書いてあるんだよ。株式会社ドゥクシュ。株式会社ドゥクシュ。何つけたらいらねえ、こんなん。いや、で誘うわ、もう。まあ、誘ったらいい、別に。あとほら、問題がさ、どこに行けばいいかっていう。どこに行けばいいか、もう考えんねん。どこ行ったらいいかな。まあまあ、いろいろあるからね。うん、ハワイ行けよ、ハワイ。バカ野郎が。遠いっつーの。遠い遠いね。常夏の感じでさ、どうも常夏のタコでさ、遠いの遠いでば。だからグアム行けよ。遠いって、ちょっと近くなっただけじゃねえか、グアム。常夏から頭離せ。近場でさ、もうちょっとなんかどこ行けばいいかな。リフ。近いけど、そういうことじゃねえんだよ。何が熊野のリフも。あ、ないでしょ、みんなも。アミューズメント的なこと言ってんの、俺は。まあまあ、石垣さんね、納得しねえと思うけども。何言ってみ、一応。これどう？何一応言ってみ。映画。普通だよ、それでいいよ。映画行く、映画行こう、行こう。映画はよくねえなぁ。映画行く、映画行く、映画。だって会話できねえべ、あんなの。映画見て楽しむもんだもんね。ちょっと待ってよ。なんで離れんだよ、ちょいちょいよ。その女よ。ポップコーンの食い方、来たらやったらどうすんの。ポップコーンみんな大体綺麗に。どうすんの、あの歯に挟まりやすい黄色いやつがペペペペペペペ。そんなやつ見たことねえよ、大丈夫か。ちょっと待てよ。なんで離れんの。映画ってさ、見てるときになんかリアクションでけえ女だったらどうすんの。いや、可愛らしくてね、可愛いと思うよ、そういうの。ドンキャー。ちょっと待て。どういうリアクションやそれ。ドンキャー。だから、なんから音出てんのそれ。わかん。何やってんの。わかん。それ、どっから出てんの。わかん。あ、どうだよ。え。いや、いい、それは可愛いと思いますよ、僕は。大丈夫。あとさ、あと何かある、あとなんか映画見てる時に、うん、なんかちょいちょい話しかけるくる女だったらどうすんの。あ、どういう、ちょっとなんかボソボソ話すのもいいと思うよね。じゃあ、うわー、あの人今何つったの。ゲゲ言ったな、あれよ。この人今何つったの。感動的なシーン。ここどこ、なんでわかんねえんだよ。
ングだよな。とりあえず行きます。映画行きますね。問題はね、何を食うやつの。あ、ご飯。そう、それって大事じゃん、やっぱその遊びに行くのさ、はいはい、俺、おいしいとことか分かんねえんだよね。どうしたらいいと思う。だったらさ、あの、まずいとこ行けよ。なんで前向きすぎるんだろ、おめえ。こうやって、こうやって、これまずいじゃん、やつだ。二度も来ないよね。絶対お前たちが盛り上がる。絶対おめえの。絶対おめえの、あそこ行かねえんだ。今のツッコミさんで殺しにかかってたんだ、お前。いや、問題なんかあんじゃん、いろいろ。ういう雰囲気がいいとかね、はいはい、いい音楽かかってるだとか、なんかいろんな種類のワインがあるとかさ、あとおかわりの有無ね。おめえだけだ。俺そんな食わねえから大丈夫だ。あ、そう。おかわりとかなんかねえかなと思って、イタリアンなんかまあ、いけっかなとか。ダメだ、イタリアンなんてさ。離れてこも何や。ねえ、スパゲッティ食ってときになんかクッてなって、鼻からクッてなって。パスタよ、パスタ。やだ、あとさピザよ。ピザね、いいじゃん、みんなあれ結構食い方あるでしょ、人によって。いや、こうやって食うよね。なんでこっち見てる、食ってるんだよ。ねえ、ちゃん、今日全体的に汚ねえからな。大変大変じゃねえ。なんでよ、いいよ、そういう風に痛いけどさ、どこでもいいんじゃねえもん、急に。だってさ、石垣さんのメールしてる相手ブスが欲しいね、メアだって。謝ろうよ。ブスだよ、ブス。ブスだったらどうすんの。ブスだったら何でも食うからどこでもいいんじゃねえ。謝れ、マジで。私は伊藤雅人です、あなたはブスです。マジ、ほんとごめんなさいね、ほんとね。お前、マジ、体操のみんなも俺に謝れ、マジで。石垣のメールしてる人はブスだ。マジで謝れよ、ほんと。女にしてみんな謝ります。謝、でも、ブスには謝らない。もういいわ、話しかけんな、もう。もう、おめえと話すことね、もう話しかけんなよ、もう。おい、ちょっと、絶対話しかけんなよ、もう。絶対話しかけんなよ、もう。さっきからだ、もう。石垣。早いよ。おめえ、全然持ってねえじゃん。あのさ。何言ってんの、ごめん、ほら。おやかましい。俺、今謝ったのに、お前、もう何よ。いや、その女はちょっとやめた方がいい。なんで今からっていう話じゃないの、これ。俺ね、医者にぴったりなね、女の人っていうかね、人物知ってんだよね。ちょっとそれをビシッと教えて。伊藤正人。おめえじゃねえか、お出すなよ。んでね、どうもありがとうございました。